もうちょっと調整してみた。どうでしょうか。プラス4回取った分、あと2回トップ取らなきゃ取り戻せないね。でもこの手、厄配重ねて、厄配重ねて、ペイから泣いてってるやつが厄配なのか本一なのか。発を泣かれるのかどうか。自分からはこんな手。9ピンから埋まるならまだ。なるほど、泣く価値はあるな。構図も発も切りづらい。でも先にそこが500銭ぐらいで上がってくるならいいか。本一に行くほどではないか。三面ちゃんになって安い。どうなんだこれは。ドラカン。ドラカンに何か勝負する意味あるのか。
ありがとうだな、これはドラカンに上がらせなくてありがとうだ。そんなに悪くはないけど良くもないと。ドラが単独で1枚来たと。どうかか。ダブトン。切りやすいか。急走短期とかだけ。ニャンソンもまあ切りやすい。イワンからか。じゃあねえな。おやは泣くと。しかも C ピン3ピンと切ってってると。対面の筋3万切られ
たい。そのね、数万の回答と。ほう。こんな3万引くかよ。安いから、お、1枚切れた、2枚切れた。そう、2枚切れている。ただヤンゾウ、サンゾウ1枚ずつ切れてるし、パーワン1枚切れてるし、チーワンも1枚切れたし、悪くはないと。親もあんなの泣いてる限りは高い手ではなさそう。となれば、まあリーチかね。9ン3枚見えた。 C1 パーマンも3枚4枚5枚、うん、ああ9ンが4枚見えちゃったけど、高めしかないと。お、一発つも太陽ピンフ。一番いいやつが来た。さて、これでほぼトップに迫った。九死九敗、いい手だったんだけど。おお、でもまたいい手が来た。Thank you.
1枚しかなくなったか。やんぞ。から先だよバカ。なぜダブトン後にした。水槽のそばは良さそうだけど、先に来たか。観浪は椅子ピン、これは行ってもいいかな。ドラそばだけど、いいピン現物だし、あっちの。いいとこから出てくれた。これはとてもいい展開。またまあまあの手か。まあまあの手ってところが微妙だね。気に進むべきか。吸盤がもう一枚切れてると、ペンも吸盤も一枚ずつ切れた。ペンも吸盤も一枚ずつ切れたと。1枚ずつ切れたままでギターがリーチかけてもいいかもしれん。ただ安い。さら
3番のくっつきとかはなぜ残したんだろう。これは歓迎する。ドラスは切りたくないけど、ダメだ、転売料の罠か。また安いって、23はちょっと意識してしまうが、なんか変な手になってきたな。35、ここからこれどっちかちょっとこんなにいかないか。つもり3個、リアンドの狙い目、イワも狙い目
度はマス字になった。場所も良かったね。何もなしだけど、その参考にもならなかったけど、これで安全に行った方が良くなったと。行けるとこまでは行こうかな。掃除ちゃんと安く回してくれれば上出来よ。ドライラン、ライバルが G1 ぐらいは切れそう。まあまあ。
きに迫ってきたね。さて、泣いて先天で行くべきか。2枚目の子、あれ、これはまだギリギリか。100点残った。チャンスがある。リーチかけてもトップ確定させるか、もしくは2着までしか落ちないだろう。まあいいか。2着。